今夜の特集は、変わりゆく首都圏の鉄道、その最前線を取材する首都圏レールトピックスです。今回は精巧に作られた鉄道模型や世界最大級のジオラマを楽しめる原鉄道模型博物館を紹介します。 JR 横浜駅の近くにあります原鉄道模型博物館に来ています。こちらの博物館では世界の鉄道車両をリアルに再現した鉄道模型の制作で知られる原信太郎さんが制作所蔵するさまざまな模型が公開されています。こちらの最大の特徴は、畑野さん、どういうところなんでしょうか。はい、原信太郎館長のこの80年以上ですねにわたる模型のコレクションおよび作ってらしているその模型のもう本物のそのものですね、小さな鉄道と考えていただけるとありがたいんですけど、台車つまり車輪が受ける機構そのものもバネや何かから、専門的な用語でいうとイコライザーとかあるわけですね、そういう構造もそのまんまリアルに再現しております。展示品の多くは蒸気機関車から電気機関車へと鉄道が発展を遂げていった時代の日本や欧米を中心とした鉄道模型です。こちらは今から107年前1906年に九州鉄道がアメリカのメーカーに発注して作らせた豪華客車の模型です。しかし客車が完成して横浜に船で到着した時には九州鉄道は国鉄に買収され一度も日の目を見ることなく幻となった列車なんです。さらに訪れた人を驚かせるのはこちらです。ゴトンゴトンと列車がレールのつなぎ目を走る時の音、まさしくこれ本物と同じ響きです。これは本物の鉄道の構造を忠実に再現した線路や車輪などを使っているからこそ表現できた音なのです。精密さね、とにかくすごいないやちょっと迫力がここまで成功だと思わなかったんで、うちにもちょこっとあるんですけど、いやこれはちょっと驚きですね。こう横浜にいながら世界の鉄道を感じることができる原鉄道模型博物館、所蔵品は鉄道の歴史のみならず現代産業史を語る上でも貴重な資料の数々です。